はようございます。今ねこの田舎町でねかくれんぼしてる子供がいたのね。でなんかあげるって言われたんだけどお荷物がいっぱいで売るか預けるかしてこいって言われたの。でこのお菓子あげるから誰にもここにいるって言わないで。お菓子もらった。なんかあげるって言われたの、荷物がいっぱいの時は。でもお菓子だそうです。もう一回話しかけるか。変わるかなテキスト。もうお菓子ないよ、プンプンだそうです。で誠に申し訳ないのですが、また見ちゃったの攻略サイトで、ムンゾにまず行きます。はい、でムンゾからねお船で移動です。ムンゾの南に行くとね、なんか村があるんだって。お、RX レベルアップ。 HP2 リフレクやった、ありがたい。リフレクはね、あのねフェニックスのお的な魔法です。で南に行くとここだ、この小島。はい、村ワンワンね、ワンワン偉いね、ちゃんとワンワン入れない。ワンワン、ワンワンバンしてくれてる、番犬だね。道具でさっきもらったお菓子を渡します。渡すじゃない、使います。ワンワンお菓子大好き。よし、村に入れた。攻略サイト読んだからこんなねサクサク進めるんだよ。ククルスドアンの島なんだっけ、ククルスドアンなんだっけ、ククルスドアン島あったよね、なんかガンダムで見たぞ。どこから来たの、どっかのコロニーから来たよ。前なんか出てけ。はい、地球です。羊だ、出てけ言われてるんだけど。地球から来た。これ何しに来たの。へえ、なんか宝珠を探しに来た。へえ、ペガサスの羽。こいつか。へい、全く転んだぐらいで泣くなよか。転んだくらいで泣いちゃダメだよ。ジオン兵の子供、ここジオンの島なんだ。連続でよし。うわ、弱っ。
弱かったパパ、ダメ、子供の前で親父叩きのめしちゃった。おじちゃんやめて、その人たち悪くないんだよ。運動いたしまして、あ、ジオのやり方についていけなくて逃げ出したんだ。あ、ここ孤児の島なんだ。で、逃げてんだジオンの、元ジオンの兵隊。めっちゃいい話じゃん。力の宝珠もらった。なんかちょっとお金あげよっか、2000円くらい。ねえ、子供いっぱいいると金かかるでしょう。ちっちゃいしめるのごめんなさい。うん、許す許す。あー、偉いね番犬。おじちゃんとおじちゃんの家族を守ってたんだね。うん、これで揃ったかな。宝珠と勇気の宝珠、力の宝珠、知恵の宝珠、宝珠3つある。よし、これで宝珠は全部揃ったかな。で、なんでどこだっけ、シャングリラかな、ペガサスの村に行くんだっけな。ちょっとね、攻略サイト見てきたんだけどね、あの犬の村の組んだりまでしか見てない。うん、ちょっと自分でうろつく楽しみというのを捨てられないから全部は見てない。よし、ペガサスの村行こう。ペガサスの村、これで3つ集めたよ。これが必要なアイテムなのかな、なんかの薬を作るのに。ここじゃない、この隣だ。ここ？ Hey、 動物の話がわかる薬一つ足りない。私3つ持ってるね。3つ持ってるよ。勇気の宝珠、力の宝珠、知恵の宝珠、3つ持ってるんだけど。あー、この村じゃなかったみたい。なるべくね、あのね、自分でうろつく楽しみを取っておきたかったから、攻略サイトを必要最低限にしたいなって思ってたんだけど、またグダグダ進まなくなっちゃうので、うん、攻略サイト見てきます。しょうがない。はい、では次回続きます。